こちら佐賀競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。ラインミラクル前に行きそうです。続いてホライトワーシップ、内からはノットフィットナー、その後ろからはチューセビリア、その外からドライサボーディー、その隣に当選フロート、その横にカフェオール、アズサチャーマー、それに続いています。最後方にジャーニーアラブ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番ノットフィットナー、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ5番ノットフィットナー。ここで先頭が入れ替わりました。ドライサボーディー、ノットフィットナー、2番手に控えました当選フロート、3番手ホライトワーシップ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。当選フロート先頭、あと 200m。 さあ先頭は今度はカフェオール、しかし残りわずか。2番手は当選フロート、カフェオール先頭だ。カフェオール、カフェオール1着、2着にはどうやら当選フロート、勝ったのはカフェオール。ホライトワーシップ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。